跳馬からです。跳馬はロシア、最初の演技者はクズネツォワ、15歳です。モスクワオリンピックの年に生まれた選手がもうこのアトランタオリンピックの選手になっています。これはロンダードから後方伸身宙返り1と2分の1ひねり、ポーンと大きく一歩前へ出てしまいました。クズネツォワです。ロンダードから入って、あ、ちょっと低かったですね。それでもこれは10点満点の飛び方です。1番目から10点満点の飛び方ですね。クズネツォワ、ロンダートから1と2分の1ひねった形の跳馬を見せました。 9.60 です。最初の跳馬が 9.60。 さあ2本目です。今度も1と2分の1ひねりました、はい、どうでしょう、1本目と比べて。あの2本目の方が高さがあったと思います。クズネツォワ、2本目はなかなか自分でも満足しているようです。ロシアは規定で1位トップになっています。さあこのまま首位の座を守ることができるんでしょうか。少し右にポンとずれる形になりましたが、着地もまずまずで 9.637 です。 9.637、クズネツォワの跳馬の演技が 9.637 です。